スコットランド本土は、グレートブリテン島の北3分の1を占め、南東にイングランドとの国境を持ち、北と西に大西洋、北東に北海、南をアイリッシュ海に囲まれている。また、スコットランドには790以上の島々があり、主に北部諸島とヘブリディーズ諸島の群島を中心にしている。スコットランド王国は、ヨーロッパ中世初期に独立した。 主権国家として誕生し、1707年まで存続した。1603年に、スコットランドのジェームズ6世がイングランドとアイルランドの王となり、3つの王国の同訓連合を形成した。スコットランドは、その後、1707年5月1日に、イングランド王国と政治連合を結び、新しいグレートブリテン王国を設立した。この統合により、 スコットランド議会とイングランド議会の後を継ぐグレートブリテン議会も設立された。1801年、グレートブリテン王国はアイルランド王国と政治連合を結び、グレートブリテン及びアイルランド連合王国を設立した。スコットランド内では、イギリスの君主制が統一前のスコットランド王国に特有の様々なスタイル、称号、 その他の王室のシンボルを使用し続けてきた。スコットランドの法制度もイングランド、ウェールズ、北アイルランドの法制度とは独立しており、スコットランドは広報と司法の両方において別個の管轄権を有している。法律、教育、宗教、その他の機関が英国の他の地域とは異なる形で存在し続けていることは1707年の イングランドとの統合以来、スコットランドの文化と国民性の継続に貢献してきた。1999年には、129名の議員で構成される一員制の議会という形で、スコットランド議会が再設置され、国内政策の多くの分野で権限を持っている。スコットランド政府のトップは、スコットランド首相であり、スコットランド副首相の支援を受けている。 スコットランドは英国議会に59人の国会議員を要している。スコットランドはまた英国アイルランド評議会のメンバーでもあり、スコットランド議会の5人の議員を英国アイルランド議会に派遣している。スコットランドは32の行政区画、または地方自治体に分割されており、カウンシルエリアとして知られている。グラスゴー氏は 人口ベースで最大のカウニシルエリアであり、ハイランド州は面積ベースで最大のカウニシルエリアである。教育、社会サービス、道路、交通などの事項をカバーする限定的な自治権はスコットランド政府から書くカウニシルエリアに移譲されている。スコットランドの名称はこの地を統一したスコット人に由来する。スコットランドゲール語ではアルバと呼ぶ。 ラテン語ではカレドニアと呼ばれる。語源については、スコットはラテン語でゲール人を指したスコティに由来するとされ、アルバとカレドニアは古代に有力だったクランの名に由来するとされる。地形区分、島を除く国土は4つに分かれるスコットランドはグレートブリテン島の北部3分の1を占め、南部でイングランド国境に接する。東方に北海、 北西方向は大西洋、南西方向はノース海峡及びアイリッシュ海に接する。本島と別に790以上の島から構成される。グレートブリテン島の3分の一を占める北部、及びシェトランド諸島、オークニー諸島、ヘブリディーズ諸島などの島々からなる。南西部の近代ヤ半島からアイルランドまで3 0トル 東海岸からノルウェーまで 305km、北のフェロー諸島まで 270km である。北部は山岳地帯であり、氷河に削られた丘陵をやり口に食い込んだフィヨルドなど、北欧に近い地形である。最高峰ベンネビス山はグランピアン山地生誕にある。グレートブリテント最大の淡水湖である、ネス湖もある。地質学的には先カンブリア時代とカンブリア紀の、 岩石からなり、それらはカレドニア造山運動で隆起した。例外はデボン木の旧石色砂岩で主にマレー湾、フォース湾岩に分布する。それに対し中部は古生代の岩石からなる谷合で産業革命に重要な石炭と鉄鉱石を産出した。火山活動も盛んであった。南部はシルル木の岩石が風化されて形成した。 なだらかな丘陵地帯が続き、イングランドの地形に近い。グランピアン山地を、マレー湾とアバディーンから南西に伸びて供する、大断層があり、北は、グレートグレン断層、南は、ハイランド境界断層と呼ばれる。典型的な西岸海洋性気候で、北、大西洋海流と、偏西風の影響により、井戸の割に比較的穏やかである。年角差が小さく過ごしやすい。 ただし、稀に低く、摂氏20度以下になることがあるため、建物は寒さ対策を施した造りとなっている。首都のエディンバラは、スコットランドを第二の人口を有する都市であり、ヨーロッパの主要な金融センターの一つである。人口最大の都市であるグラス号は大グラス号の中心であり、都市圏人口は約150万人に及ぶ。スコットランドの沿岸部は、北。 大西洋及び北海に接し、その中心都市であるアバディーンは、北海油田の基地となっている。エディンバラ城紀元前10世紀頃、大陸より、ケルト系のピクトビトが到来。その後紀元前43年より、ローマ帝国が侵入し、現在のスターリングに、前線司令部を設置。ハドリアヌスの頂上、アントニヌスの頂上及び、ビンドランダ要塞などの拠点が築かれた。 ローマ軍は各地の要塞を拠点としながらブリテン島支配を図り、たびたびピクト人との戦いにも勝利したが、全域を支配するまでには至らなかった。407年のローマ軍撤退後、ブリトン人など諸民族が数派に渡り到来する中、隣のアイルランド島より、現在のスコットランド人の直接祖先となるケルト系スコット人が到来。スコットランド北西部を スコット人、北東部を、ピクト人、南部を、ブリトン人とアングル人が支配し、12世紀頃まで、諸民族による、勢力均衡、軍友拡挙の時代が続いた。また、8世紀頃からバイキングが、沿岸に、たびたび襲来した。9世紀に、ダルリアダ王国のケネス一世が、アルバ王国を征服し、スコットランド王国が成立した。1071年、 ブリテン島南部イングランド王国を支配する、ウィリアム征服王が、北部のスコットランド王国への侵攻を開始。一降、両王家には婚姻関係も生まれ、しばしば和議が図られるが、イングランドとスコットランドとの争いはやまず。13世紀から14世紀にかけて長期にわたり、両国間の緊張が続き、1314年に、ロバート・ブルースが、 スコットランドの大部分を再征服した。カロデンの戦い1603年、スチュアート朝のジェームズ6世が、イングランド王ジェームズ1世となり、イングランドと同訓連合を結ぶ。スコットランドの宗教改革、新教都革命、イングランド共和国の成立、イングランド王政復古。殺戮時代、名誉革命。1707年には、イングランド王国と、 合同して、グレートブリテン王国となる。1999年、スコットランド議会が設置された。これは、権限以上と、文献議会の設置を定めた1998年、スコットランド法の改正によって決定されたプロセスである。2007年5月3日の2007年、スコットランド議会総選挙で、スコットランド国民党が第一党となった。 2011年5月5日の2011年、スコットランド議会総選挙で SNP が過半数を獲得。2012年10月15日にエディンバラーグリーメントを締結。2013年11月26日、スコットランド行政府のアレックス・サモンドは、スコットランドの独立の是非を問う、住民投票に対する公約となる、独立国家スコットランドの青写真。 スコットランド、エスフューチャーを発表。2014年9月18日、スコットランドの独立の是非を問う、住民投票を実施。反対票が55%を占め、独立は否決された。1707年の合同法によって、それまで同じ君主を冠してきたもの,の別々の王国であった、イングランド王国とスコットランド王国は合法し、グレートブリテン王国が成立した。 この学校は形式的には対等とされていたが、新国家の議会や王宮など、主な機関は旧イングランド王国に座することになり、イングランドによる不公平な併合であったと考えるスコットランド人が少なくない。スコットランドは伝統的に労働党の支持者が多く、トニー・ブレア、ゴードン・グラウントに代続けて、スコットランド出身の党首。 連合王国首相を排出しているが、戦術の経緯からスコットランド独立を掲げる、民族主義的なスコットランド国民党も多くの支持を集めている。2014年9月、スコットランド独立を問う住民投票が実施され、44.7%対55.3%で否決された。スコットランド以外のグレートブリテン及び北アイルランド連合王国諸国、 は、反対派が明らかに多かった。2005年総選挙2005年5月現在、スコットランドにはあり当てられている、イギリス議会会員の議席数は59である。2005年総選挙で、各政党が獲得した、議席数は次のようになった。2015年総選挙2015年5月現在、スコットランドにはあり当てられている、イギリス議会会員の議席数は59である。 2015年総選挙で各政党が獲得した議席数は次のようになった。スコットランド議会1707年の合同法で、スコットランド議会は閉鎖され事実上廃止となったが、1998年、スコットランド法の制定により1999年5月6日に1999年、スコットランド議会総選挙を行い、再開された。 スコットランド議会は一定範囲で所得税率を変更することができるほか、スコットランド法でウェストミンスター議会留保事項と規定されている事柄以外について独自の法令を成立させることができる。これまでに福祉政策や狐狩り規制、公共施設内での禁煙などに関してスコットランド独自の法令が施行されている。ウェストミンスター議会留保事項には 外交、軍事、財政、金融、麻薬取り締まり、移民の規制など、全国的に取り組む必要がある事柄が、規定されている。2003年の選挙結果2003年5月1日に、開催され、圧倒的な労働党支持の中、スコットランド労働党党首、ジャック・マコンネルが、首相に任命された。2007年の選挙結果2007年5月3日に、開催され、 スコットランド国民党が第一党の座を獲得。5月16日には、スコットランド国民党党首のアレックス・サモンドが首相に選出された。2011年の選挙結果2011年7月1日、エリザベス2世女王が議会に登場2011年5月5日に開催され、スコットランド国民党が過半数を獲得。党首、アレックス・サモンドが 首相に再選された。再会以来、初めて単一政党が過半数を獲得した。ニコラス・ター・ジョンジ自治政府首相2016年の選挙結果詳細は、スコットランド議会を、グレートブリテン及び北アイルランド連合王国国王エリザベス2世、上百五十二年二月六日に、エリザベス王女が連合王国の国王に即位した際、 その故障がエリザベス二世女王となることをめぐって問題が生じた。というのも、イングランドには過去に同盟の国王がいたが、スコットランドには過去に同盟の国王が存在していなかったので、イングランドを基準にすれば新国王の故障はエリザベス二世女王であるが、スコットランドを基準にすれば新しい国王の故障はエリザベス女王となるからである。 そこで、スコットランドの民族主義政党である、スコットランド国民党の指導的立場にいた、ジョン・マコーミックは、新国王がスコットランドにおいて、エリザベス二世女王と名乗ることは、1707年合同法違反だ、として、裁判を起こした。裁判の結果は、マコーミックの敗訴であった。王がどう名乗るかは、 国王体験に属することであり、マコーミックに裁判で争う権利は認められないとされたのである。これでエリザベスはイングランドでも、スコットランドでも、エリザベス2世女王と堂々と名乗れるようになった。エリザベス2世は後に将来においても発生し得るこの問題を公平に解決するための新基準を提案している。スコットランド基準とイングランド基準で、 故障の世の部分が異なる場合、数値が大きな方を採用するというものである。例えば、将来ジェームズという名の王が即位する場合、イングランド基準では、ジェームズ三世団王となるが、スコットランド基準では、ジェームズ八世団王となるため、大きな方のジェームズ八世団王を採用するというものである。ただし実際に、このようなことが起きたとしても、 この基準を新国王ジェームズが採用するとは限らない。裁判所が表明したように、どう名乗るかは、国王体験に属することであるから、ジェームズ3世と、ジェームズ8世のどちらを名乗るかは、そのジェームズに委ねられるからである。この新基準は、過去に遡って適用することが容易である。1707年以降この故障上の問題が生じる、イギリス国王は4人いるが、 この新基準の適用を受けても4人の故障はイングランド基準のままであり変更の必要がないからである。イギリスの郵便ポストには王の名が頭文字で刻印されているがエリザベスに生息以後にスコットランドに設置された郵便ポストは王冠が描かれているのみで王の名は書かれていない。これは 彼女の故障に不満を抱いた一部の過激な民族主義者がエリザベス2世の名が刻印された郵便ポストを破壊したり2世の部分を削り取ったりしたためである。スコットランド法は大陸法を基調とする。チャンネル諸島を除くブリテン諸島ではアイルランド共和国に至るまで英米法を採用しており、スコットランドが唯一の大陸法社会である。 北海に位置する掘削装置古くは石炭がスコットランドの主要産業であり産業革命を支えた。1960年代に北海油田が開発されると漁港アバディーンは石油基地として大きな発展を遂げた。石油資源の存在はスコットランド独立派の強みとなっている。1980年代からは半導体産業や 情報通信産業の誘致が盛んに行われており、スコットランド中部の IT 産業の集積地帯はシリコングレンと呼ばれている。グレートハイランドバグパイプを演奏するパイプメジャー民族衣装として名高いタータンやキルトは、もともとはハイランド地方の伝統衣装であった。ジャコバイト反乱後、18世紀半ばに禁止された。その後、 1822年にジョージ4世が、スコットランド訪問の時に、タータン柄のキルトを着用したため、スコットランド全域に広がった。経済学の父こと、アダム・スミス、詩人ロバート・バーンズ、作家ウォルター・スコット、シャーロック・ホームズの生みの親アサー・コナン・ドイル、宝島や、ジキル・博士とハイド氏の、作家ロバート・ルイス・スティーブンソン、ジェームズ・ボズウェル、トーマス・カーライル、 俳優のショーン・コネリー、ユアン・マクレガー、ジェラルド・バトラーなどは、スコットランドの生まれである。スコットランドは、産業革命以前より、科学、技術の中心地であったため、多くの科学者、技術者を輩出している。その発見、発明は、現代社会にはなくてはならないものが多い。電話を、発明したグレアム・ベル、ペニシリンを発見したアレクサンダー・フレミング。 蒸気機関を発明したジェームズ・ワット。ファックスを発明したアレクサンダー・ベイン。テレビを発明したジョン・ロジー・ベアード。空気入りタイヤを発明したジョン・ドイド・ダン・ロップ。道路のアスファルト舗装を発明したジョン・ロードン・マカダム。消毒による無菌手術を開発したジョゼフ・リスターなどはスコットランドの生まれである。羊の内臓を羊の胃袋に詰めて茹でたハギスが有名。 また、スコッチウイスキーは定義上スコットランド産でなければ、ならない。スコットランドには、100以上もの上流所があり、世界的にも愛好家が多い。コリン・ジョイスでは、イギリス人の生活を皮肉って、次のものがすべてスコットランド人によるものだとしている。マーマレード、レインコート、自転車、タイヤ、管理液、蒸気エンジン、イングランド銀行、乗り付き切って、 タバコ、電話、ローストビーフ、アメリカ海軍、麻酔薬などである。聖書にもスコットランド人が最初に出てくるが、これはジェームズ6世が英訳を進めたからである。スコットランドの花が事実上の国家である。カトリックとプロテスタントがほぼ拮抗している。公立学校もカトリック校と無宗教校に分かれている。 これは、スポーツの世界にも影響を及ぼしており、カトリック系住民が応援する、セルティック FC とプロテスタント系住民が応援する、レンジャーズ FC と激しいライバル関係となって、現れている。スコットランドは、ゴルフの発祥の地としても知られ、セントアンドルーズは、聖地として、世界中のゴルファーの憧れの地となっている。また、カーリングも、 スコットランドの発祥とされるため、国際大会の前には勇敢なるスコットランドが演奏される。国民的にはサッカーが最も人気のあるスポーツであり、セルティック FC とレンジャーズ FC は絶大な支持を得ている。国際試合では目立った成績を残せていないものの、伝統的に優れた指揮官をイングランドへ排出しており、特にマットバス・ビリーとアレックス・ファーガソンは、 サーの称号を得たほどである。ラグビーも人気のあるスポーツで、ラグビー代表は歴代10大会中8大会で決勝トーナメント進出91年の第2回大会では4位となった。2011、19年はいずれもグループリーグ3位。二千十五十九年と日本代表戦が行われ、その間の二千十六年にも 日本とのテストマッチが組まれた。毎年2から3月は6カ国対抗のシックスネーションズに参加している。5ネーションズ時代の1999年を最後に優勝から遠ざかっている。スコットランドを大きく分けるとハイランド地方とローランド地方の2つに区分することができる。1973年から1996年までは9つの 地方と3つの島所部のリージョンに分けられていた。また、一部カウンシルエリアと同地域もある。現在も、警察、消防など行政機関の中には、かつてのリージョンの区画を管轄区分に用いるものがある。32のもカウンシルエリアに区分される。ありがとうございます。